上書きされました。 ありがとうみんな。 もう大好き北海道、 I love。 そうよ、夏の奥で行きたい。だから今まで結構そのスキー、修学旅行がスキー合宿だったって話だったり、その先生にブリッコちゃんって呼ばれたことがあるとか、そのなんか上からまだブレーキもカーブもできないのに頂上に連れて行かれて落ちたとかいう話は結構今までなんか配信でちょくちょくしてたりしてたんだけど、実は3日目休んだっていうことは今日初出しでした。 今日初出しでした。でも本当にトラウマだったの、もう無理だと思って、今笑顔でさこう話せるからめっちゃ見えちゃダメだよ、ふざけちゃダメだよになるけど、もう泣いたんだから私。そう、今はもう笑える思い出になってるけど、そう本当に怖すぎて、本当にもうトラウマでもう無理と思ってもう号泣して、そうだから先生は許してくれたよ。 そう、出しでした。分かんない、今スキーやったら私は楽しいと思えるのかな。それ以来小高校の修学旅行以来スキーはしてないので、できるのかな。でもトラウマがすごい、だって一歩間違えてたら怪我してたもん、絶対落ちたんだもん、なんか穴に結構深かったもん、引っ張り出してもらったもん。 そう、足大丈夫かって言われて全然大丈夫だったけどさ、でもね、ホテルはめっちゃいいホテルだったよ、マジ綺麗な、プリクラとかあったもん。 撮ってないけど。 そう、ご飯も美味しかった。夏に行きたいけど、多分これめっちゃ学校が撮ってくれたけど、すごい良さげのって高そう、またここに泊まりたいな。でも夏もやってるホテル、それやってるか、楽しそう。そう、懐かしい。 懐かしい。でもなんかさ、なんかめっちゃ気まずかったもん、部屋の子たちと。なんかもう先生にかさ、やっぱりって言われた通り友達にも追われてんじゃないかと思って。もう大変だった、いろいろ。 めっちゃ私テコ光ってんだけど、ライトがここにあるから、そう、でもその友達3人、4人部屋だって3人は運動神経抜群なので、スキーもすぐ上級者組に3人でポンポンポンって上がってって私だけ置いてかれたの。そう、だからもう次は、でもなんかある意味スキーのトラウマを払拭したいからスキーやってみたいとは思うけど、トラウマが トラウマが。 うん、運動神経本当に悪いんだなと思った。 スキー企画やだ。 ギルバドがあと2分だ、もう7時20分なの、やば。スノーボードの方が怖いよ。あ、ソリがいい。南ソリする。 ソリがいい、ソリがいいね、ソリする。雪合戦もしたい、妹さんね、やってるよね、私行ったことないけど、あれめっちゃ大変ってメンバー言ってる。ソリしたい。
できれば犬に引っ張ってほしい。犬に引っ張ってほしい。できれば。できれば、あの、ハスキー犬がいい。これはでもできれば。シベリアンハスキーがいい。犬。南極物語映画見た時大号泣だった。永遠のゼロとかさ、そういう南極物語とかさ、私は貝になりたいとか、おばあちゃん家で見たけどさ、そういうの全部号泣しちゃう。お、あと18秒でいることが始まる。ね、サンタさんになりたい。待って、自分で発言してみようかな。別になりたくない、そう。なんで、あの、ソリーってだけ。だから発言の意図がちょっと自分でもわからん。サンタさん、元気かな。そうそう、ウォーミングアップしてんじゃない？サンタさん。ソリつながれちゃった。そう、ソリになりたい。12月サンタさんになりますや。しやな、ほんまや。私がサンタさんになるんだった。え、バグったんだけど。あ、動いた。負けてるんだけど。なんで。めっちゃ強い人いたんだけど、悲しい。あ、待って、式回復がない。インコにしてるんでプレゼントください。やだ。私が全部もらう。いただく。サンタさんってあれ、慈善事業なんかな。お仕事？やばい、考えることがもう子供じゃない。嫌な、嫌な大人の。サンタさん、でもなんかどっかの国でさ、アルゼンチン、スウェーデン、分かんないけど、アイスランド、分かんないけど、サンタさんに手紙かけるとかあるよね。そういうの、そういう夢は見たいタイプ。あるよね。あ、待って、ドラがバグったんだけど。公認サンタもいるの。え、素敵。何それ。公認サンタってすごいね。何、すごっ。待って、やばい。ユミコと渡すしかいない。国際郵便、あ、出せるんだ。サンタの資格がある。取りたい。え、何それ、サンタの資格取りたい。え、無理かな。英語できないかな。ダメだ。え、何それ。え、サンタさんの資格があるの。何それ。素敵。取れない、そんな簡単に。
夢がある、資格って夢があるのかな、分かんないけど。フィンランドか、私がさっき言ってた。資格いるの？何が必要なんだろう。ちょっとドライブあるから調べれないけど。キルマドゥ。ちょっと待ってね。私がさばいた瞬間にサイヤンがやられた、やばい。あ、え、既婚子持ちサンタ体験なの？え、ガチ冗談。あ、結婚してて子供がいるの条件なの？何も満たしてない。あの、お子さんがいないとダメなんだね。へえ、ちょっと予想につかなかった。あと体重120キロ。え、そう、あ、やっぱ見た目からってことか。あー、難しいね。女性でもなれるのいいね。資格取りたい、サンタさんの。あ、待って、ドラゴン出ちゃった、待って、みち来た、ナイスなんだが。みちちゃんナイスですね。え、体力面接試験するの？なんて答えたら合格なんだろう。ほっ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 て。あなたが なんでこのサンタの資格が足りたいと思いましたか？ほっほっほっほ、私は子供の笑顔が大好きなんじゃ、ほっ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 て。言えばいける。舐めてるかな。あ、日本人にも一人いるんだ、すごいね。後で調べよう。割とそんな感じなの。ええ、あながち嘘じゃなかった。ええ、それは知らんやった。ね、みんな詳しいよね、すごい。てか、なりきることがね、なるほどね。面白い。夢がありますね、やっぱサンタさんは。我らがサンタさんは。確かに何語、日本、でもその日本人の方は英語も喋れるってことなのかな。だってさ、だって面接とかも英語で答えんといけんよね。のクリスマス付近に集まるとかあるの？そう、なんか資格を持ってる人が集まるみたいな。なんか先方対一発でやられたんだが。国際サミット、サンタ国際サミットは行きたすぎるぞ。すごい笑顔であふれ。7月にあるの？これ何の国旗だ？デンマーク？赤だった気がする。7月にあるんだ。夏なんだね、冬じゃなくて。あ、でも冬忙しいからか。冬忙しいから集まれんからってことかな。面白い。面白い。
日本でその持ってる方にお会いしたい。どういう感じだったんですかって、どういう面接ではどういうことをお話になったんですかって。え、公認サンタクロース全員のショマジかっこいいじゃん、なんか漫画の世界みたい。チューン、あ、待って、どうやって、すごい、パラダイス山本さんっていうラテン音楽やってる方が、え、すごい、ちょっと私このギルドどうだったら調べる。公式サンタさん、公式サンタさんって誰だ、あのサンタさん、公認サンタさん、すごい。120キロか、だって子供に夢を与える職業っていうか資格だもんね。サンタさんかっけえ。ちょっとギルバドが拮抗しているぜ。でもなんかさ、わかんない、その日本でも、日本で唯一持ってる方がどういう感じで書いてるのかわかんないけどさ、生きていく上で結構履歴書とかそういうのって書くじゃん、持ってる資格って。私もアイドル ST 入る前のオーディションのさ、応募要項みたいなのでさ、あの漢検12級みたいな書くじゃん。その方はさ、資格要項にさ、あのサンタクロースって書くってことよね。すごいんだけど、私も書きたい私も書きたい、サンタクロースって書きたいだからさ、どんな面接だとしてもさ、資格サンタクロースって何ってなってさ、だから調べるじゃん。その方の名前で調べたらさ、なんか日本で唯一の公認サンタクロースに出てくるじゃん。だからお会いしたいから絶対書類は絶対通るよねでもで、サンタクロースの資格でも最終まで行った方だから、最終っていうか合格まで行った方だから、の人柄だとかそういうのも多分素敵な方だと思うかね、わかりそう。すごい、私すごくない？ちょっと画面見せれないけどさ、ここに携帯乗せてギルバドしてるのすごくない？ちょっと裏向きだけど、私の携帯置きは私の腕すごいね、みんなからのニックネームがサンタになりそう。おたこじゃん。あれだね、コメント時差あるね。今あのドラゴンがどっちも出たっていう風に。さっきから思ってたんだけどさ、そうね、12月のサンタさんにはオンライン、私ミヒンサンタさんにはオンラインになっちゃいますけど、お会いしようね。サンタ資格は持ってないから本物のサンタにはなれないけど、サンタ資格を持ってる方を尊敬して、ちょっとお借りしてサンタさんになりたいと思います。2日連続で会えるねっていう会えるねがさ、
なんか白ごまの和え物とかの和えになっててちょっと面白い会えないで私のことは会えないでああ、再販って第一受付ってまだしてますっけ？忘れてた、今日テロップに書くの。明日までありがとう。明日の13時まで。一時受付。明日の13、あ、絵文字にちょっと13時まで。待ってな、検索してる、どうしよう、助けて助けて、あ、消しちゃった、もう続き、明日の13時まで。サンタさんの流れだったから。あ、そうね、リア、やっぱ関東のリアルお話し会が今日までとなっているので、もう関東じゃないとこ行くよって方はよろしいんでございますが、関東で行く予定だったって方はシリアルコードをね打つのすごい大変だと思うんですけど、直接会えることって最近このきあったこの最近はないあんまりないちょなな、あった喋れないよあんまりなかったりするので、オンラインお話し会を申し込んでくださった方が対象者なのでよろしくお願いします。ギルバドが、ギルバドが、ギルバドが、気づいたらやられてる。ドラゴン出た、攻撃できた、やった、これは勝てる流れですね、ズバリ勝てますね、ジャッジメントですの。ズバリなんとかでしょう、この勝負勝ちましたでしょう。まだ勝ってないけどね勝ったでしょー勝った勝った勝ったやった、今日12時のギルバド出れなかったか嬉しい。え、違うね、12時のギルバドね、あの携帯はさ、その自主練中だったから触ってなかったのよ。で、触ったタイミングで LINE の通知が来てたから、なんだと思って、だからギル、あのドライブラインからなんかそのギルバド来てっていうなんか LINE が来てて、そう、あ、行かなきゃと思って、あの行ったらすごい押されてて、守備に、私が守備に立った瞬間に、あの私たちのドラゴンが最後の一撃やられて、守備立ったのに負けたのタッチの差でだからローなんかルーズローズルーズってあの出てるのに私守備に満パンで立ってるんで、すごいダサかったすごいダサかった、ごめんねみんなっていう、そう、でもちゃんと守備には立ててたのでも一歩遅かった、わ、もうこんな時間、ちょっとあの瀬戸宗の宣伝もしたいので
50分になったら壇上読んでよろしいでございましょうか。5時からみんなのことを拘束しているわ。ミヒン光補正がすごい。ズバリ焼きでしょ。それ報酬もらえなかったです。なんかさ、ギルバドってさ、守備に立つだけじゃダメじゃん。なんかアクション起こさないとさ、え、そうだよね、参加したことにならないじゃないですか。だからガチャ券もらえなかった、悔しい。あー光補正、黒い標語ダメだね。やっぱ最初あったらご飯作ります。お、何作るんですか。そうなんです。あ、守備に立てばアクションになるんだ。え、ならんかったくない？え、なんか STU のSTU のイベントの時にさ、なんか参加したことになるのはさ、なんかワンパンしてからみたいな。だからめっちゃ私のギルドすごい、なんかワンパンしてワンパンしてみたいな、参加したくなるからみたいな、やってたくない？ちょっとエール返してる。おんちゃん、おんちゃん、なるほどね。あ、じゃあ私間に合わなかったからか、つらいね。あ、念のためも、なるほどね、そういうことか。そういうことか。だからガチャ券一回損した。損したって言い方あれだけど、先日は SKE 非公式でお世話になりました。こちらこそお世話になりました。楽しかったですね。私はまた SKE さんとコラボしたい。 SKE さんのあの毛が伸びた、我髪の毛切りたい。すっぴんでマスクつけず、今日はいい夢が見れますように。昨日はなんかホラー映画みたいな夢を見て心臓に悪かったので、今日は幸せな夢が見れますように。だからもう寝そうだっていう時には、なんか楽しいものを見て、楽しい動画を流して寝たいと思います。本当にもうあんな夢は見たくない。確かにサンタの夢見そう。確かにこれでサンタに夢見たら私にある意味単純だよね。その日話したことを話したことの夢を見るっていう、うん、逆にさ、あの夢のコントロールがしやすそうじゃん。ね、見たい夢見れたら幸せだよね。ギルバドが終わったので、さあ日本サンタクロース、サンタクロース山本さん、本当だ、日本で唯一の公認サンタ、すごい。色彩補正が、え、このあの日本の全然しょうがないことなんだけど、日本で唯一の公認サンタさんのパラダイス山本さん、私のお父さんと同じ誕生日だ。11月19日、北海道生まれの方なんだね。
しかも1998年、私が生まれた年に史上最年少で合格したんだって、サンタクロースの。私が生まれた年しか。デンマークの首都コペンハーゲンで開催されている世界サンタクロース会議に出席している。すごい。公認サンタクロース取り組み、サンタクロース資格、資格。サンタ歴23年ですごいな。すごいね、公認サンタクロース。結婚していること、子供がいること。え、なにこれ、え、すごくない？あのサンタクロース試験の条件がさ、さっきコメントでくださったさ、結婚していることと子供がいることと、そのサンタクロースにふさわしい体型であること、衣装や荷物を含めて体重120キロ以上っていうのと、サンタクロースとしての活動経験があることってどういうこと？私のお話し会のサンタはサンタクロースとしての活動経験あるになるのかな。 I am from Indonesia. Hello. Hello, hello. I'm 石田みなみ。 My name is 石田みなみ。私これあれだよね、サンタとしての活動経験満たしてるよね。でもこの条件をクリアして書類審査をパスしても、その先にはさらに体力、面接、身だしなみ、朗読、すべてを突破しないと公認さんだ。受験者たちはこれで私の班なんか解けたらどうしよう。受験者たちは自宅から試験会場、すごいよこれ、受験者たちは自宅から試験会場のデンマークまでサンタクロース姿の正装で移動しなければならない。バス、電車、飛行機、出国審査など、どんな時もサンタクロースになりきらないといけません。体力試験はプレゼントを持って煙突などの障害物を通過し、指定された場所へプレゼントを届けるというもので、これもなかなかハードそう。さらには長老サンタクロースによる面接が待っています。長老たちの前では英語またはデンマーク語で自己紹介することに。身だしなみは出身や伝統、風習に合ったサンタクロースの衣装を自作しているかが審査されるそう。自作なんだ。朗読の試験では世界会議に出席した公認サンタクロースの前で宣誓文を読み上げます。これらの試験を受け、教会の公認サンタクロース全員の承認を得られれば、ようやく合格、晴れて公認サンタクロースとなるそうです。すごい、何これ。結構大変だぞ。結構大変、すごい。なんかサンタクロースの格好で、あの飛行機とかバスとか新幹線とか全部移動しんといけんねんて。大変や。ハローエブリワン、ソーリーアイドントアンダースタンドジャパニーズ、日本語理解できない。私英語で喋った、下手くそだったのかな。インドネシアの方にハロー、マイネームイズ石田みなみって言ったら、日本語わかりませんって言われた。下手だったみたい、トーキング。デンマークって遠いよね、行ったことないけど。でサンタクロースとしての活動経験がね、私満たしてる。アルバムしか何回もある、年に1回ちゃんとやってる。そう、
そうそうそう、やってるやってる。あ、他の日本語の話、なるほどね。すごい、めっちゃ目だった、ごめん、コメント見てたらこうなってた。この目を見てたら私の部屋が映ってますよ。見ないで。見ないで。私の部屋が見ないで。ジョージ不安って。目の毛細血管、嘘、そんなに鮮明なの、恥ずかしい、やめとこう。ミヒンはロボットじゃないです、人間です、動いてます。これぐらいドアップにしといたらね、 肌色が強めだから色素合成で私発光しないの、これぐらいしちゃうとね、しないんかい。しないんかい。しないんかい。発光しないんかい。あ、50分過ぎてた。それでは13位、あ、これ累計だった。13位、ダッタンさん、パチ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 。12位、キム、そうです、この後ツイートします。10位、デーブさん、パチ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 。9位、ヒデオさん、パチ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 。8位、保安官さん、メインの笑顔が一番にこう、パチ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 。青山さん、パチ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 。2位、トマト台湾トンさん、パチ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 。そして1位、あ、え、誕生日なの、え、つよつよさん、あと今日誕生日です、おめでとう、あ、1位ありがとう。そしてつよつよさん、お誕生日おめでとう。え、コメントしてたかな、ごめん、気づかなかった。お誕生日おめでとう。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ、みーつけた、みーのこと、押してみーひん、ゆー、ありがとうございます。兵庫県出身、みーこと石田みなみでした。そして、私はツイッターとインスタグラムをしてるので、またフォローしてないよって方、フォローよろしくお願いします。ショールームもここら辺にあるハートをピンクにしたら、ショールームのフォローもできるので、今日ね、ゲリラで配信5時から始めたんですけど、ゲリラで始めても、タブにも書いてあるんですけど、再販の位置づけ、ドキドキモニニョ、再販の位置づけ付けが明日の13時までとなっておりますので、よろしくお願いします。シャンタ。それでは今日も一日おつみーちゃん、明日も頑張りみーちゃん。今日もいっぱいお話できて楽しかったです。ではみんな、バイバイ、おやすみちゃん。